はい、上です。こんにちは、どうも。今日はですね、ディズニーシーのスティームボードミッキーズに来てます。こちらのショップはですね、いつもいつも季節ごとにですね、いろんな有名な企業とのコラボレーションをしたグッズを売ってまして、今回ですね、ちょっとまた気になる新しいグッズが発売になりましたので、早速そちらの方を紹介してみたいと思います。ちなみにね、すぐ上をですね、エレフニクレールウェイ、イーデンが走ってんですよね。だからね、ガッタンガッタン、すっごいやかましいんですよね、この店。なんで、レポート中、ちょっとそういった、電車のね、音が入るかもしれませんが、何卒ご了承ください。じゃあ、行ってきます。はい、今日紹介するのは、こちらのラプンツェルのバック類なんですけども、こちら、可愛くないですか？すごいでしょ。これはですね、レスポートサックっていうブランドなんですね。これ、このロゴたまに、あ、これ知ってるってね、見たことあるって人いると思うんですけども、まあ俺、レスポって呼んでるんですけど、レスポートサック、まあレスポと、まあディズニーのコラボした、こういったラプンツェルの様々なバッグが新発売になったみたいなので、こちらを紹介していきたいと思います。はい、まず目についたのはこちらの塔ですね。ラプンツェル、これランタンをですね、見上げる姿が可愛いですよね。これね、さすがだよ、見て。2万円。15周年のがさ、3000円台でしょ？ 6 倍だよね。いや、これさ、レスポとさ、ディズニーとラプンツェルのトリプルブランドとはいえさ、ちょっとこの値段に驚愕。裏見ようか。はい、裏になります。まあ、確か裏も可愛いですね。はい、ラプンツェルのシルエットと、このランタンと花が混じったようなシルエットがなんか飛んでますね。はい、じゃあもう一回見ようか。ちょっと中見るね。中開けてみます。中はラプンツェルのイメージカラーのラベンダーになってますね。街はまあまあ広め。俺の手ぐらいあるんで、そうだな、20センチぐらいあると思います。そしてサイドポケットね。はい、タグがですね、左に東京ディズニーリゾート、右がレスポのタグがついてます。まあ前回のさ、冬の紹介したモンベルのジャケットも高かったけど、これもさすがだね。で、材質はね、ちょっとウォータープルーフで、こうポリエステル系かな、ツヤツヤしてますね。まあ確かに高級感はある。で、軽くて丈夫なイメージは確かにありますね。はい、こちら2万円です。いやー、ビビった。こちらリュックになります。リュックも派手で可愛いね。こちら塔とですね、その塔を見上げるラプンツェルが可愛いですね。ちょっと可愛いでね、刀身が低くて可愛いですね。で、サイドにパスカルがいて、花柄がついてて、あ、髪の毛でこう脱出してるイラストがありますね。ずーっと髪の毛が入ってます。はい、頬杖ついてるラプンツェルと。これいくらだろう？絶対2万円以上するぞ。3万4000円。でも確かに見て、容量はありそう。確かに。ちょっともう一度見てみようか。で、ここにこのフックがついてて、ここでカチャッと、はい、開けると。で、口はファスナーではなく、紐タイプになってます。中はこんな感じですね。背中にね、PC なんかをさせるような、キャンバスタイプっていうの、通勤通学タイプではないですね。PC さしたらさ、ほら、会社とか学校に持っていくじゃないですか。そういうのはないね。だから A4 のファイルとか入れることはできないですね。本当にガチンコのピクニック観光レジャー用のリュックって感じです。あとは両サイドにそれぞれポッケがついてますね。そしてフロントにもファスナーでポケットがついてます。いやー、びっくりした。リュックサック3万4000円です。はい、トートもう1個ありました。さっきのね、夜のイメージのトートとは違って、こちらはまあ昼のイメージ、まあ昼のイメージというか、こちらのトートは初めて見るタイプですね。ここにリングがついてるのはなかなかパークでは珍しいですね。まあこの辺がさすがやっぱりレスポならではってとこでしょうね。やっぱこういうとこにレスポレスポって入ってるのはやっぱりレスポっぽいですよね。
んでこれがお値段が23,000円、高っ。裏見ようか。裏も同じですね。フロントのポケットがないです。もう一回戻します。中見ようか。口がファスナーになってんだね。パークのはこうマグネットなんだけど、レスポはファスナーになってますね。ちょっと中見ようか。ファスナー開けてみました。あー、やっぱこちらも中身ラプンツェルのイメージカラーのラベンダーですね。それでね、これもね、マチがすっごい大きいですね。俺の手より余裕であるので、マチはめちゃくちゃ広いです。マチ、そうだね、やっぱり17センチから20センチはあると思います。結構広いです。はい、こちらのトート23,000円です。布質はね、やっぱりちょっとザラザラっとしたポリエステルっぽくて水に強い感じですね。コットンとかではないです。それにさすがやっぱりレスポですよね。はい、こちら23,000円です。はい、こちらリュックもありました。この柄でリュックですね。さっき紹介したこの派手派手リュックと違って、こちらはちょっと女の子っぽい形のリュックになってます。形も全然違うよね。上にチャックがついてて、こう結構機能的ですね。裏でここにこう取っ手がついてね、ツーウェイで持てますね。裏見ようか。はい、裏もですね、背中のとこびっしりラプンツェル柄になってますね。で、肩ひももすごく太くてちゃんとしてます。これは22,000円ですね。あとはポシェットがついてくるね。ポシェット付きで22,000円なら、これならまあみんなちょっとまだ買えるんじゃないですか。どうだろう、中見ようか。ちょっとファスナー開けてみます。はい、開けてみました。特にね、リュックの中にポケットなどないですね。やっぱラプンツェルイメージしたラベンダー色、中にポケットはありません。外側のポケットはやっぱここのよくあるリュックのこの口に一つファスナー付きのポケットと、サイドにポケットはないね。ペットボトルを刺せたりはできないですね。こっちもかな。あ、こっちはですね、ファスナー付きのポケットが、サイドポケットがありました。右だけついてますね。左はサイドポケットがありません。はい、こちらポシェット付きで22,000円になります。こちらはね、ショルダーバッグかな。こう、肩からかけれるタイプですね。それで、当然、こちらで長さ調整できます。このショルダー面白いね。丸くなっててさ、ガマ口っぽくなってんだよね。でもファスナーついてますね。で、このサイドもポケットになってるんですが、サイドもファスナーですね。これってお値段が、これは19,000円ですね。だんだん感覚が狂ってきた俺。裏見ようか。裏見ると、裏も同じデザインですね。あ、こちらのポケット。あとはマグネットでボタン式ですね。ちょっとポチッと開けてみようか。あ、こちらはマグネット式の開閉、反対側はファスナーで開けます。中見ようか。中見るぞ。中は結構合理的ですね。こちらに負担がないポケットが2つと、中にポケット1つ、あとファスナー付きのポケットとありますので、まあこれ1個でですね、一応ギリギリメイク道具とか財布とか貴重品とか定期とかね、ババッと突っ込んで、女性ならまあこれでギリ買い物行けるぐらい簡単なね、パーク日帰りとか、あ、まあガチンコでこうね、いろんな装飾品とかさ、こう戦闘道具をね持っていかない気軽なカジュアルなパーク、インパークでしたらちょうどいいんじゃないですかね。はい、こちら19,000円です。はい、こちらミニハンドバッグになりますね。ミニトートっていうのかな、ミニハンドバッグっていうのかな。すごいんですよこれ。ゴテゴテでさ、どう説明したらいいんだろうな。ちょっと順番にいこうか。まずですね、ポケットだらけで、まず、ね、メインのポケットのところ、まずでファスナーがついてますね。そして、あー、すいません、ハンドバッグじゃなかった、ツーウェイですね。
肩掛けショルダーにもなるし、とってもついてて、ツーウェイタイプのミニハンドバッグって感じですね。このショルダーの紐は見てください、ほら取れるので、これ外して普通に手でブラブラ持ってく形でも持ち運びできるし、肩かけることもできますね。ツーウェイいいね、取り外せるのはいい。で、口はファスナーになってますね。ファスナー中開けると、はい、中にポケットが2つ3つついてますね。で、マチもまあまあ広いですね。10センチぐらいはありそうですね。でね、表側のポケットがちゃんとあります。こちらの表のポケットはファスナーになってますね。で、裏見ようか。裏に返すと、あ、裏花柄なんだね。裏のポケットはファスナーなしでシュッと入れれるタイプですね。こちら1万7000円です。高いね。高いんだけど、やっぱ 2way で使えるのがいいね。斜め掛けでポシェット風にもできるし、肩からかけてショルダーにもなるし、取っちゃって手でブラブラ持っていけるので、ね、柄も可愛いして、これで1万7000円ならいいかもしれない。やばい、だんだん感覚が麻痺してきた。はい、次行きます。はい、こちらポーチになりますね。さっきね、リュックについてたポーチとはまた別ですね。これがリュックについてたポーチ、これが別売りのポーチですね。このポーチはですね、ファスナーが2個ついてますね。2口あります、使うところ。で、裏見ようか。まあ裏はさっきからよくある柄ですね。はい、こちらは4700円になります。中はですね、まあ手前の口はこんな感じ、はい、奥の口はこんな感じですね。中にポケットはありません。まあそうだね、メイク道具とかじゃないですかね。入れるならメイク道具かな。4700円です。はい、こちらはさらに小さなポシェットですね。頬杖ついて寝てるラプンツェルが可愛いですね。裏見るとラプンツェル、あと英語でメッセージが書いてますね。はい、ファスナーがついて、ファスナーの周りにレスポーってついてます。はい、こちらは5500円になります。はい、中身にですね、ポケット2つ3つついてますね。これ結構合理的ですね。はい、こちら右ポーチ5500円です。